術家のことは絶対に最初にはノーって言うな、まずは一回イエスって言え、でそれでこう持ち帰ってちゃんと本当にできるかどうかを吟味して実現可能な形に調整していくのがあなたの仕事だよって言う。皆さんこんにちは、イージー&ナイスの脇です。今日はですね、なんと、京都芸術センターの制作室担当の方に来ていただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとお名前をお願いいたします。はい、京都芸術センター制作室担当しております吉峰博夢と言います。吉峰さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉峰さんは、はい、京都市の職員さんですか。公益財団法人京都市芸術文化協会という、あ、そういうのがあるんですね。はい、外郭団体というか。そうですね。あ、なるほどなるほど。じゃあやっぱり京都市の関係の、まあ、財団というか。そうですね、あの歴史が結構ある団体で、はい、ちょうど2020年に、設立40周年を迎え、40周年、そんなにあるんですね。そうなんです、まあ、公益財団法人化したのは、まあ、割と最近なんですが、あ、はいはい、ここ10年くらいの話なんですけど、ごめんなさい、ちょっとうろ覚えですが、あ、大体で、大体で言うと、あの発足したのは時はですね、あの美術家だったり染色家だったり、はい、いろんなこう京都に住まい、お住まいの、うん、画業だったりいろんなこうそういうのを専門にされている実務家の方、実演家の方、実業家というか実演家の方、実演家、こう長唄三味線をできるとか、あ、家元をやっているとか、はいはい、そういう方がこう集まって作られたもので、あ、で、そういう、こう、まあ、任意団体みたいなところから始まり、うん、財団法人化し、はい、公益財団法人化したと。あ、なるほど。じゃあ元々は京都市というよりはその実際にそのやっている方が集まってできた団体ということですか。そうですね、僕も実はややこしいんですけど、あの厳密に言うとそこの職員がなくて、あ、そうなんですか。そこが運営をしている京都芸術センターという、はい、はい、この建物の、はい、スタッフとして雇用されているので、あ、なるほど。厳密に言うと協会の職員、協会を経由してお給料をもらってる。あー、なるほど。京都市の指定管理料を、はい、協会が受けて、はい、それで京都市芸術センターを運営しているので、はい、厳密に言うと その協会の職員というと、うん、みたいな。あー、難しいですね。難しいです。そうですか。なんか芸術センターさんのところでいつも働いていらっしゃる。そうですね、あの教会もあの母体というなるようなこう事務所というか、まあ、ハードみたいなのが持っていないので、結局事務所が全ての教会の事務所であり、はい、京都芸術センターの事務所であるというような感じになります。なるほど。そこはじゃあ緊密な関係があるというか、そうですね、ちょっと一体的な感じ。はい、なるほどなるほど。で、吉峰さんは今年で3年目でいらっしゃるっていう。そうですね、はい、3年目で。その後は移動っていう形なんですか。また雇用条件がそもそも3年で、まあ、満了するというか、3年が任期の、ああ、任期付きの、はい、職員になる。あれですか、契約社員みたいな形ですか。まあ、そうですね、一般的には。なるほどなるほど。そうですか。じゃあその後はどういう、もう まるっきり縁が切れるというか。そうですね、あの人によるんですけど、うん、あのまあ、教会が 40年歴史があって、はい、で今42年くらい。で、芸術センター自体は教会が20年目ぐらいを迎える、2000年にできているので、はい、センターは22年くらいの歴史があるんですけど、はいはい、その中でアートコーディネーターっていう私が今いる職種の人間が、はい、まあ、3年任期なので、はい、もう毎年に2人ずつぐらい募集をされて、あ、そうなんですか。毎年あの1つの、こうなんでしょう、3年の月スパンの中で、まあ、6人いるような感じになってるんですよ。はい、はい、でそれがこう20年間ずっと、それはもうずっとやってる。ずっとすごいですね。じゃあいろんな方がもう本当ぐるぐるというか。そうですね、だから本当にいろんな方がいらっしゃって、美術館の学芸員とか、はい、あるいはこう劇場とかに勤められる方だったり、はいはいはい、あるいはこう自分がもう実務、実演家、はいはい、アーティストになったり、演出家、戯曲家になったりっていう方もいらっしゃいますし、はいはいはい、すごいですね。アカデミアに戻って大学の博士論文とか書いたりとか、はいはい、あるいは大学の教授
教員とかになられる方もいらっしゃいます、はい、本当に多岐にすごいですね。そうするとそのネットワークっていうか結構すごいものがあるじゃないですか。いやそれがですね、なんかこうもったいないんですけど、はい、そのネットワークがあんまり人によってこう終わっちゃう、プスッと途切れちゃうんですね。誰々さんを知ってるのは誰々さんだけどみたいな。ああ、なるほどなるほど。ある世代を超えると、うんうんうん、その20年前のアートコーディネーターのことは私たちは少なくとも知らないですし、こういう人いたよねみたいなのだけが何となくうっすらと継承されてあのキャラの強い職員だけをちょっとみんな何人か覚えてるみたいな。ああ、なるほど。じゃあちょっとそういうデータベース的なものは特にないというか。そうですね、残念ながらそれちょっと課題だな。そういうのあっても面白いですよね。そうなんですよね、ちょっと毎年そういう話で出ます。あ、そうなんですか。出ます、出ては消えていくっていう。なかなかあの通常のね業務とかやりながらだとそういうのって後回しになっちゃったりしますね。そうですね、後回しになりますね、うん、どうしても。そうですか。そうするとやっぱりちょっとかなりユニークな成り立ちというか感じはするんですけど、はいはい、その京都芸術センターさんそのものは22年、はい、その前はここの場所は小学校だったんですよね、はい、明倫小学校さんで、はい、でここをなんていうかここからスタートしたんですか、芸術センターさん。そうですね、私も随分入社した当時ぐらいに読んだ本の記憶しかないのでちょっと間違ってるところがあるかもしれないんですが、明倫小学校がまあ、実質この今の建物は昭和6年の建物でして、当時としては珍しい鉄筋コンクリート造で、それをこうずっと使い続けて97年まで、はい、1997年、はい、平成何年だ、平成ちょっとわかんないですね、ちょっと後で調べますね。そうですね、1997年まで、はい、使っていて、それで統廃合になって並行しました。でその直後ぐらいの98年とか2000年にはもうオープンしてるんで、うん、あの直後ぐらいからその廃校を使ってなんかこうアートフェスティバルをやろうみたいなのが、あの行政の方から動きがあったようなんです。でそれと同時に、舞台芸術家協会さんって、あの今 NPO 法人が京都にあるんですけど、はい、まあ、そういう団体さんとかが立ち上がって、あの若手の演劇家の演劇をやっているような団体さんとかが立ち上げてた団体なんですけど、まあ、そういうところのメンバーの方とかが、あの若手のそういうアーティスト、まあ、主に演劇系だけどそれにとらわれない人たちがパフォーマンスを練習をしたりする場所がないと、で発表する場所もない、で当時の京都の文化環境を考えると、まあ、京都会館だったり、はいはい、京都コンサートホールとかあったりもしたけれど、はい、まあ、なんかこういわゆる小劇場みたいなものを、うんうん、自前で作るか、はい、あるいはこう京都大学 の, あの有名な、ちょっと名前と忘れしました、文化ですかね、なんか何とか 食堂、あ、西武高堂、西武高堂、ごめんなさい、とかがあって、まあ、そういうのをこう夜に忍び込んで稽古したとか、なんかそういう時代だったんですけど、はいはい、なんかこうもうちょっとちゃんと使える場所が欲しいと、はい、公民館とかではなくちゃんと使える場所が欲しいということで、はい、運動があったみたいで、行政からこうアートの会場として使おうっていう動きと、うん、なんかこう美術無科の若手の人たちが使える制作の場所を作ろうっていうのとが、はい、たまたまうまくマッチして、まあ、もちろんそれにはこういうアートセンターを作った方がいいんじゃないかっていう有識者の方のご意見もあってなんですが、でそれを経てまずはじゃあ会場として使おう、展示会場として使おうって言って、いくつかのアートフェスティバルがここや他の小学校に使って、あそこの立成とかもそんな感じだった。そうですね、おそらくそうだったと思います。使って会場だったっていうのがきっかけだというふうに聞いています。それが97年から2000年ぐらいのことですか。そうですね。そうだったんですか。それでいろんなその 今人間国宝になってるような、大御所の方から、うん、まあ、シンクタンクのそういう文化系の方とかから、うん、まあ、いろんな方がそういうアドバイザリーボードみたいな有識者会みたいなのを作って、うん、で京都市の方と調整をされたり、うん、そこにこう若手の団体の方も提言をされて、うん、で
発表する場所、作る場所っていうのをぜひ作ろうというので、こういうセンターができたと。すごいですね。なんか、そんなことがあったんですね。めちゃめちゃ暑かったと思います。暑いですね。なかなかそんな、ね、ことってないっていうか、その行政の方からも働きかけがあって、そのね、やってる人からも働きかけがあってっていう、まあ、ある意味理想的な状態ですよね。そうですね。伝説的になっている初代事務局長の南さんっていう方が、うんうん、京都市の方で、うん、初代こちらの事務局に出向されておられた方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方がとにかく熱い方で、はあ、もう芸術家に対するこう何でしょう、思いに満ち溢れた方で、うん、その方がいたからこう、うまいこと回り始めたってみんなが言うぐらいすごい方だったりだとか、あとは初代のアートコーディネーターの方とかも未だに京都の文化行政に関わっていらっしゃる方もいらっしゃったりとか、本当に初期のメンバーの人たちが、立ち上げの方たちがやっぱりこう熱意を持って動かしてこられたっていうのが、まあ今のレガシーにつながってるような。なるほど、そういうことだったんですね。はい。いや、僕らもね、ここを使わせていただいてるのは、じゃあそういう、まあ、方たちのご尽力があってということなんですね。そうですね。もうここ来た瞬間に、なんていうか、そういう空気感じゃないですけど、なんか他と違う、なんかちょっと特別感みたいなのか、僕は勝手に感じたんですけど。ありがとうございます。なんかそういう熱意っていうものがちょっとまだ残っているというか、今22年ですけど、そういうね、なんか空気感みたいな感じますね。そうですね。なんかこう、当時のその、初めてアートコーディネーターに着任された方が、アートコーディネーター終わった後はシニアコーディネーターって言って、でその後さらにプログラムディレクターって言って、こう3年に、その方は3年任期だったんですけど、辞めてからもまた何回かこう再雇用で関わられて、センターのこう事業のこう監督というかディレクションをずっとされてきた方がいらっしゃるんですけど、その方がこう最初にいろんなもう大学卒業したような状態で入ってきて、アーティストの方と運営その委員の先生とかと揉まれていく中で、芸術家のことは絶対に最初にはノーって言うな、まずは一回イエスって言え、でそれでこう持ち帰ってちゃんと本当にできるかどうかを吟味して、いや実現可能な形に調整していくのがあなたの仕事だよって言われた、すごいですね、いうふうなことを、はい、おっしゃっていて、はい、なんかこう、まあ、直接なかなか私たちの今の世代になると、うん、アーティストの方、その目上 のもう本当にいいになっているような先生方とお会いして、うん、なんかこう薫陶を受けるというか仰ぐことってなかなかないんですけど、はいはい、まあ、その当時はあったみたいなので、なんかそういうこう熱いのがずっとこう、うん、遺産として残っているというのはセンターの特徴で、なるほど。その、まあ、僕もこの制作室貸していただいて、まあ、1ヶ月ちょっと、ね、使ってる感じとしても、はい、なんていうかすごく、まあ、居心地がいいというか、好きにやらせてもらってる感っていうのがすっごい感じるんですね。で普通の、まあ、施設とかだと、まあ、ちょっと例えば、ね、しょっちゅう見回りに来たりとか、まあ、ちょっと分かんないですけど、そのなんとなくこうちゃんとやってるかちゃんとやってるかみたいな、そういう感じっていうのを感じることって結構あるんですけど、ここは本当にもうなんか自治に任されている感っていうか、まあ、もちろん僕らもちゃんとしようとはしますけど、はい、なんかそういう、まあ、信頼してもらってる感っていうのをすごく感じるんで、そういうのってのはやっぱり意識してらっしゃいます か, なんか。そうですね。なんかこう、まあ、どんなことされてても、まあ究極法律を犯さず、うん、その設備を壊さず、なんか仲良くやっていただいてたらいいのかなとは思いますし、その何がその方、その何かを表現される方ってすごいと思うんですよ。自分は、私個人はそういうことをやられてる人間じゃないので、なんかその方のこう表現っていうのが、なんか法律の良さとか、なんかこう必然性とか、なんかそういうなんか文字では表せない何かで、今何やってるか分かんなくても、まあ、後々何か意味が出てくるかもしれないし、っていうのはすごく意識はしていて、その場で何か問題
があったらそれはもちろん対応しますが、うん、基本的にその表現っていうのが、まあ、何誰にとってどう良いものなのかっていうのは、うん、この今にしてもわからないので、いやそれはこう尊重するべきだし、そういうマインドは今の働いているスタッフ全員に共通しているところかなと思います。素晴らしいですね。なんかその特に最近のまあ、ね、世の中の風潮としてこう、ま、成果を出せみたいな、まずはそのお前とこは儲かってるのか儲かってないのかみたいな、全然人いないじゃないかとか、まあ、そういう話に結構なりがちだと思うんですよね、はい、だけど実際問題物を作ってる側からすると、まあ、ほとんどはゴミみたいな状態っていうか、そのまあいろいろやってこうあでもないこうでもないってやって、その中でまあたまたまねすごくこう例えばいいコンテンツができたりとか何かにつながっていったりとかっていうこと多いと思うんですよ。ですのでそうやってこうまあ長い目で見ていただくというか、それがすごくあのアーティストにとっては励みになると思いますね。そうですね、私もあの個人的なことで美大出身で、あの絵を描くとかなんか言うのじゃなくて文字を描くとかだったんですけど、まあ、10年に1人天才がいて、その人がこうそういう人を輩出したっていうのがあれば、大学としては万々歳だというようなことをなんか常に何かの折に聞かされてきたので、はい、なんかそういうのをここにもやっぱ感じますし、はい、なんかこうそのまあゴミみたいなとおっしゃいましたけど、いやちょっとまあね広く言い過ぎですけど、いやいやでもあのこれが何につながるかなっていうのは、まあ、結局時間だったりなんかこう歴史だったりなんかそういうのがこう評価してくれるもんだと思うので、うん、そうですよね、なかなかその一朝一夕にはできないことが多い方がむしろ多いので、なんかそのジャッジメントは、まあ、もちろん京都市からはというか、うん、京都市からはって言っちゃいましたけど今あのどういう成果があったのかみたいなことだったり、はいはいはい、あのはよく言われましたけど、そうですね、まあ、そこはやっぱりで行政としてはね、その何もなしじゃいくら何でもなんだろうで、はい、なると思いますので、そこら辺の間に立っていただいてというか、いややってますよみたいなね、こんなこともありました、あのことありましたっていう形であの報告していただいてるってことですね。そうですね、あの年に数回この運営委員会という委員会が京都芸術センターを運営していく会議があるんですけど、まあ、そういった場で必ずこう制作室とかっていう話題が上がりますが、まあ、あのいつも応募数だったり、うん、あるいはこう、まあ、採択されたさせてもらった数だったりとか、うん、まあ、要はちょっと数字的なところっていうのがやっぱり取り沙汰されるんですけど、はいはい、あの先生方も運営委員で入っている先生方とかもやっぱりこうアーティストだったりする方がいらっしゃるので、うん、こういうことがありましたっていうエピソードを聞くとやっぱ嬉しそうなんですよね。ああ、なるほど。なんかこういうふうに使っていただいてましたとか、うん、こういうコメントがありましたとか、なんか誰々さんが誰々を紹介してきて使ってくれましたとか、うん、なんかそういう数じゃないところっていうのはやっぱりこう、はい、まあ行政の方ももちろん分かって、それはさらにその上で書いて、うん、必要に応じて、うん、はいはい、あのそういうデータを取らないといけないっていうのは分かってる一方で、うん、やっぱりこうどういうな面白いことがあったのかっていうのが、うん、なんか知りたいっていうのは常にある。まあやっぱり応援してもらってるっていう感じもあるってことですかね。はい、そうですか。正直どうですか、今のその応募状況と使用状況から見て、もっと増えた方がいいのか、いやこれぐらいでいいのか、いやちょっと今でもキツキツなんだよっていう、どっちですかね。ね、これはむしろその使ってる方々のニーズ次第のところがちょっとあって、はいはい、というのは。政策支援事業という事業名で、はい、それを、まあ、あの具体的には部屋の管理だったりあのしてるんですけど、あのまあ準備というか使っていただけるように部屋の予約とか配置をするのはまあ言ったら結構できちゃうんですね。そのご希望をはいはいって入れていくので、ね、できるんですけど、はいはい、それがこう必ずしも皆さんのニーズに沿ってるとは思ってないんですよ。ほうほう、なんかこう 100% ニーズに沿えてるかって言われたらちょっと微妙な時もあるなと思って、それはどういうことかっていうと、まあ、あの評価基準、まあ、他の外部の先生とかにあの審査をお願いしたりとかしてるんですけど、
それでこう基準をつけて、で、まあ、優先順位をつけて、この団体はより高い成果が期待されるっていうことでこう割り付けたりするんですけれども、はい、やっぱりこうこっちで皆さんからいただいた書類上だけのに書類上に書けることって限られてるじゃないですか。そうですね、確かに、はい、こうやってこう話をして10分15分喋ってると、あ、こういうニーズなんだっていうのが分かるけど、書類だと全然伝わらない、はい、でそのニーズを汲み取っているように、なんとか思い、なんかこう想像しながらですね、そういう予約システムみたいなのをこうやってるので、必ずしも皆さんのニーズに沿ってるわけじゃないなというのはあります。そうですか。ので数が増えても減っても、減ったらちょっと寂しいなと思いますけど、増えても、ニーズのクオリティをそっちの方がこう煮詰めるか、ちょっとこう分散させて、ちょっとみんなに等しく、70% ぐらいの満足度でいてもらうような割り振り方みたいなので、良ければ全然増やせますんで、そういうことなんですね。そうなんですよ。なるほど、面白いな、それは。そこまで考えて、ね、やってらっしゃるっていうのはすごい、もっとね、事務的にね、こう割り振ってるのかなと思ったんですけど。なのでたまにこうニーズを読み違えたりもします。はい、ああ、そうですか。で、その時はごめんなさいって言ってこう調整、再度調整をさせていただいて、何度もこれで使ってくださいという調整を日々しています。そうですか。僕はね、今回ちょっと初めて使わせてもらってるので、比較はできないんですけど、非常に居心地がいいというか、素晴らしいなと思って使わせていただいてるんですね。だから、僕としては個人的には現状維持が一番いいんじゃないかなと、これぐらいのバランスでやったら一番いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。寂しくもないし、あんま寂しいと確かに嫌だっていうのはあると思うんですけど、かといってあんまりこうバタ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 してても落ち着かないなっていうのもあると思うので、ですので、なんか今は僕は理想的な状態だと思ってます。はい、もっと増やせっていうような声もちらほら聞きますので、なんかこうもう少しこう新陳代謝を高めるようなことがもしかしたらあるかもしれませんが、いずれにせよそうですね、使って引き続き使っていただけるように調整はしていきます、はい、その制作室の利用っていう形は、じゃあその芸術センターさんをスタートした頃からもう備わってたんですかね。そうですね、ほとんどイコールというか、はい、その芸術センターの発足の要的な部分だったってことなんですかね。あ、おっしゃる通りですね。センターが発足した当時に大体3つぐらいの事業をやろうというか、柱が、理念というかがありまして、一つは先進的な現代芸術というか、新しい表現を追求していくっていうようなことを応援するような事業をやっていきましょうというようなこと。で、もう一つは、そういう人たちが作る場所をこう支援していきましょうというような理念。で、もう一つが、そういった方々と市民だったり他世代の方、他地域の方とかが、いろいろと交流をして、それがそのネットワークがさらに発展していくような、人材交流というか地域交流というか、そういったことをやっていきましょうというようなことがありまして、要は2つ目 の基幹事業のまさに柱の一つだった。そうなんです。その支援をしていって、ここで作ったものを持ってこう世界に羽ばたいて、表現が羽ばたいていくようになってほしいと。すごいな、なんか本当にいい話ですね。いや、もう理想的なというか、そういうね、なんかことをこうぶち上げるというか、なんかやってるっていうのは本当に珍しいなと。いや、なんか京都の面白いところは、その、当然ね、伝統的なこととか、今ちょうど祇園祭りもやってますけど、はい、伝統芸能的なものもあるじゃないですか、はい、その着物とか、それから古典芸能みたいなものとかもあって、でもそれでもなんかその新しいものをやろうっていう気概みたいなのも結構あるし、それを応援しようっていう雰囲気があるの面白いですよね。そうですね、工芸家の方とかにお話を聞くと、特に伝統工芸の方とかにお話を聞くと、伝統は、よく言われますけど、革新の連続だっていう言われることが多くて、つまりどういうことかっていうと、
する主張り、はいはい、だんだんこう破って離れていって新しい形にしていくみたいなことですけど、うん、あの技術も含めていろんなこう革新というか変化があるあって、例えば一つの染色物織物とかだったでも一つの織物っていう構造生地だったりそういう布地をこう染めていく織っていくっていうことは変わらなくても、うん、そこに使われている技術だったり、うん、そこで使われている素材だったり、うん、いろんなものがこう革新されていって、うん、アップデートされていくっていうのが、それを相対を引いてみた時に伝統だというふうにおっしゃることが結構少なくとも私が話を伺ってきたような伝統工芸の方は、うん、そういう話を伺うことが多いので、なるほどね、まあ、芸能はまだ分かんないですけど、うんうんうん、やっぱり京都の文化の一つとしてこういう文化伝統文化があるのは、うんうん、それをむしろ絶え間なく新しいものと触れさせていく、はいはい、新陳代謝させていくことで伝統を守ろうとしてるのかな、うんうん、いや素晴らしいですよね。単にこうなんていうか形だけこう残していこうってことじゃなくて、はい、常に新しくしていって、でそれをトータルで見たときに伝統なんだっていう、はい、いやいい話ですね、本当ね。今あの芸術センターさんでは、はい、なんか、新しい試みというか、はい、なんかメイリンワークショップっていうのを、はい、あの計画してらっしゃるっていうことだったんですけど、はい、それについてちょっとお話を伺いたいんですけども、はい、メイリンワークショップ自体はですね、制作室を使用している方にお願いをして実施をしていただいているもので、これはまあ何て言いますか、まあ、義務というか、はい、あの制作室を使用している期間中最低1回はそういう市民との交流事業を、企画して実施してくださいということを、お願いしています。でもう一つ実は義務としてお願いしているのは、まあ、当たり前なんですが、発表をしてくださいということで、ここで作ったものを、ここで作ったよかったよかったできたってで終わるのではなくて、それを できればよそで、うん、京都のギャラリーだったりあるいは美術館だったりあるいはこう劇場だったりいろんなところでいいので、まあ、そういったところで、まあ、県外でもいいです、東京とか海外でもいいです、まあ、そういったところで発表してくださいって、まあ、2つのことを義務としてお願いはしていて、まあ、その対価としてというかあれですけど、無料でお返しさせていただいているというような感じです。でメイリンワークショップ自体はあの、まあ、初心者の方から、まあちょっとこう経験をされている方だったり子供からお年寄りまでいろんな方がこう参加できるようにワークショップをその使用されている団体の皆さんに企画していただいて、まあ、その企画を、受け付けて、まあ、日程調整などをして開催していただくというのが基本なんですが、今回あの今年度中に、少なくとも2回は、メイリンワークショップ祭り、カッコ仮っていうのをちょっとやろうと思ってまして、いろんなメイリンワークショップが1日で受けれる、いろんなメイリンワークショップをこうタイムスケジュール組んで、何時から何時はダンスのワークショップ受けれる、何時から何時は絵を描くワークショップ受けれるとか、何時から何時は音楽とかですね、まあ、そういったこうワークショップが1日を通して体験できる、そういう会を設けようと思ってまして、1回目は9月に行おうと考えてます。日程は一応決まってるんでしょうか。そうですね、ちょっとまだ微妙に調整があるかもしれないですが、今のところは18、19、9月の18、19、はい、仮という。そうですね、もしかしたらちょっと日にちが前後するかもしれないんですが、うん、その18、19、日曜日と、月曜日祝日に行おうかなと。まあ言ったらあれですよね、ワークショップのフェスみたいな感じですよね。そうですね、ワークショップフェスティバルって感じですね、はい、でその2日間はじゃあいろんなアーティストのワークショップがいろいろこう次々にそれ体験できるっていう感じで、はい、そうですね、はい、まあ、市民の方とかその、まあ、外から来た方とかがそれに参加したりとかできるってことですよね。そうですね、あの、まあ、普段こうなかなかこう平日の夜とかにしかワークショップできなかったりとかいう団体の方も、あるいはこう小さいこういう制作室の中だけでやってるような方も、まあ、他のフリースペースだった
京都 EA センターの中の別の会場を使ってもらったりすることも可能ですし、うん、いろんな催しをしていければなと思っています。僕一応ここ9月4日までなんですけど、はい、そういう人も対象になるんでしょうか？そうですね、それはそうしたいなと思ってまして、コロナでワークショップができないまま期間を終えて使用を終えちゃった方もいらっしゃるんですけど、そういった方も含めて過去に制作室を使用したことのある方、そして未来に今7月なので9月頃に制作室を使用される方も含めて出品というか企画応募いただけるように整えたいなと思ってます。なるほど、ね、ちょっと楽しみですね、それはね、はい、今までね、経験してらっしゃった中で、なんかこれは面白いワークショップだなとかになりましたか？そうですね、実はちょっと恥ずかしいんですけど、そんなにこうワークショップ自体を私がこう体験したことっていうのは実はあんまりないんですけど、あ、はいはい、まあ、記憶に残って私が参加して面白かったなと思うのは、なんかこう演劇の団体さんで力を抜いた状態、てっきりその演劇のなんかこう朗読とか、なんかこう発表の仕方とか、なんかセリフの言い方とか、そういうワークショップかなと思って行ってみたら、力をどんだけ抜けるかみたいなワークショップでして、身体をとにかくこう舞台上で自然な体を作るようにしようというワークショップで、人が見ていようが見ていまいが、こう本当に自然体にこうリアクションができるようにするために、うん、とにかく脱力をするっていう不思議なワークショップを受けたことがあります。うん、それってなんか聞いただけだと寝ちゃうんじゃないかとか思うんですけど、そんなことないですか？まあ、立ってやるんですけど、立ってこう相手が何かこう体を一部押したりするのに合わせて、なんかもう体が脱力している状態で、こうなんかそのリアクションみたいな、はいはい、演劇なのか、あれはでも演劇の一歩手前にはそういう、何でしょう、身体があるんだなっていうのを、まあ、意識させられた面白い、まあ、記憶に残るワークショップだったですね。なるほど。結構その演劇とかダンスってちょっとまあ近いのかなっていうところもありますよね。その演劇の経験者だった人がだんだんなんていうかダンス方面に行くっていうこともだんだん抽象化していってダンスに行くっていうことも結構あるのかなって、そうですね、なんかそのワークショップ受けて初めて、あ、セリフとかその見た目 その美術だったり舞台セットみたいなものの前にはやっぱ体があって、その体をどう使うかっていうのはやっぱりダンスをやってる方だけが関心があることではなくて、まあ、演劇をやってこう舞台上で何かをする方にもやはり関心のあることなんだなっていうのはすごく感じて、それからそれこそおっしゃったように、はい、ダンスと演劇も近かったりするんだなっていうふうに改めて思いましたね。なるほど。まあ確かに演劇っていうとまずストーリーとかね、その、はい、なんていうか演技っていうかこうセリフとか、それからまあ舞台効果とか、なんかそういうところについつい目がいっちゃいますよね。そうなんですよ。それより前にまず体があるってことですかね。そうですね、なんかそういうその意識なかったなと思って、面白いチャットバンクでしたね。それ何人ぐらい参加されてたんですかね？いや、それがね、すごく悲しいことに 2,3 人ぐらい。そうですか、もったいないですね。そうなんですよ。そうですか。なんかワークショップによってやっぱりなんか人が集中しちゃったりあんまり来なかったりとかってあるんですかね？そうですね、なんか本当に、まあ、それは私たちの宣伝不足っていうところもちょっとあるとは思うんですが、少し多い団体、多い会とやっぱりちょっと人が少ない会ってやっぱあったりしますね。そうですか。今後吉峰さんが、まあ、とりあえず任期としてはあと半年ぐらいかと思うんですけど、はい、ちょっとこう力を入れていきたいなとかそういうことってありますか？そうですね、今力を入れていることとしては、今年度の2月末頃からですね、展覧会をしようと企画をしていまして、はい、私が発案をして企画で、はい、展覧会の企画を考えています。でそれの準備を今ゆっくりしているところで、まあ、アーティストの方に、はい、県外の方なんですけど、はい、
サーチしに来ていただいたりですとか、まあ、そういう活動をちょくちょくやってるので、はい、まあ、今力を入れていることといえば展覧会、展覧会準備。それは一人のアーティストさんですかね。2組今のところ、はい、考えてます。あの今やってるのは何か何箇所かこう分かれて部屋で展覧、ね、展示やってますけど、そんな感じでやるんですかね。今のところはもうギャラリーだけの。ギャラリーだけ。はい。ギャラリーっていうとどこになるんですか、場所的には。今、京都芸術センターの3階ですが、はい、1階の、本当にこの真下に、はい、ギャラリー南という、はい、ホワイトキューブのギャラリーが一つと、はい、反対側のグラウンドを挟んだ1階のところにギャラリー北という、はい、ギャラリーがあります。その2つ。じゃあその2つを使ってっていう。はい、わかりました。じゃあ楽しみにしてます。はい、ちょっとドキドキしますね、はい、そう、こういうこと言うとハードルが上がる。はい、ありがとうございました。ちょっとね、たくさんもあの素晴らしい話を聞けたと思いますの で、 とんでもない。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと残りの期間もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、じゃあ今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。